もう何も悪いことしてないけど超怖かった。この間初めて警察が近くを運転してて超怖かったです。でも大丈夫でした大丈夫でした。怖いじゃん、何もしてないけど。もう免許取り立ての私がさ、警察から見てさ、なんかあの人違うことしてるってなって捕まるかもしれないじゃんそれがめっちゃ怖くて、自分の今やってることが正しいのか怖いじゃないですか。だからすごい何も悪いことしてないけど超怖かった別に何も悪いことしてないんだけどね。でもすごく怖かったです。うん、うん、こんにちは。どっち音楽が助けてくれた。そっか。どっち音楽がね。踊ると止められるよ。だって怖いんだもん。なんか運転取り立てで警察に会うと怖いじゃん。ずっと会ってなかったの、あんまり警察に会いたくないなと思いながら。あ、別に悪いことしてないですよ。悪いことしてないけどやっぱ怖いじゃないですか。自分が正しいと思ってやったことが間違えてるかもしれないじゃん。だからひな、一時停止超わかりやすく やりましたいつもあの社学に通ってた時も教官に分かりやすく一時停止してたけど、警察がさ、なんか一時停止してもしてないってこう言われちゃう時あるって言うじゃないですか。一時停止したのに警察の方はしてないみたいな、こう言われる時あるって言うから、もうめっちゃがっつり一時停止して隔離ってやって進みましたうんうん何も悪いことしてないけど怖いじゃん、やっぱり。なんかそうやってなんか一時停止したのにこうしてないって言われるのも怖いし、だからもう10秒ぐらい一時停止する気持ちで10秒ぐらい一時停止する気持ちで、うん、そうだよね。ちょっとでもほんのちょっとでも動いてたらもう一時停止してないってそうそうそうね、したと思ってもタイヤが1キロでも動いてたらさダメだよね。だからもうめちゃめちゃアピールしました。0キロ10秒みたいな。いや10秒は嘘だけど、10秒は嘘だけど、でも本当に止まってますよっていうのこんにちは。うんうん、配信11時までです。10秒はさすがに嘘でもそんぐらいの気持ちでっていうこと、10秒ぐらい止まってるぐらいの気持ちでちゃんと止まりましたっていう
横断歩道を渡ろうとしている方がいたらちゃんと止まりましょう。そうですね、それもそうです。それも車格でめっちゃ避難、いないっていうこの顔の動きめっちゃ共感にアピールしたからそう、車格のテストでも車格の卒検でも歩行者がいないか確認超アピールした先生にそう大丈夫ですおしゃべり会ポチッとして、あ、皆さんおしゃべり会今ね行われているんですけど、受付が今日の14時まででしたっけ。今日の14時ですね。くしゃみでそう、そう、この受付がね、今日の14時までになっているので、皆さんぜひおしゃべり会よろしくお願いします。会いに来てください、ぜひ待ってます、よろしくお願いします。おしゃべり会ありがとうございます。見れなかった。はい、ということでそろそろお時間なのでランキング読みたいと思います。13位リンナさんありがとうございます。12位ゾンさんありがとうございます。11位ラッケノさんありがとうございます。10位トトちゃんさんありがとうございます。9位スーさんありがとうございます。8位ジンさんありがとうございます。7位ワークンさんありがとうございます。6位ウニャニャニャさんありがとうございます。5位サバサンドさんありがとうございます。4位マシオさんありがとうございます。2位アンドゥさんありがとうございます。うん、あ、3位でした。あれ、今2位って言った。3位でした。あれ、うん、2位ゆうとさんありがとうございます。第1位ヤッキーさんありがとうございます。なんか最近ランキング読んでるとさ、なんか頭おかしくなってくるランキングとランキングの数字となんか名前がなんか ごちゃらごちゃらしちゃう。すいません、今呼び忘れました方いませんかね。すいません、なんかはい、ということで皆さん今日の14時、ま、14時までオンラインおしゃべり会の受付が行われています。ぜひ会いに来てください、よろしくお願いします。待ってます、よろしくお願いします。ありがとう皆さん。では今日も午後も一日頑張りましょう。いってらっしゃい、またね。ありがとうございました。お昼からバイバーイ、頑張ってね。いってらっしゃい。おしゃべり会よろしくお願いします。完売目指してます。皆さんよろしくお願いします。またね。ありがとうございました。バイバイ。